はい、こんにちは、歩き時給です。今日ね、ご紹介するアイテムはこちらですね。ペーパーダンジョンですね。これね、4人のね、この冒険者たちをですね、自分のパーティーの方に入れておいて、ダンジョンの方に潜っていて、お宝を稼ぎましょうっていうね、このね、紙ペンタイプのね、ゲームでしたよね。このね、固定マップの紙ペンところをですね、様々なマップにするために、毎回こういうダンジョンですよっていうところですね、作り直してくださいっていうのがね、非常に特徴的なゲームだったわけなんですけども、これの拡張セットですね。こちら、ペーパーダンジョン、サイドクエストとか出ましたということなんですね。まあね、名前の通りサイドクエストね、横側に新しいクエストが増えましたよということですね。非常にプレイが面白い広がりを見せましたんでね、今日はこちらペーパーダンジョンサイドクエストね、ご紹介したいというふうに思います。 The Game Gallery。はい、こちらですね、ペーパーダンジョンのですね、オリジナルの方とサイドクエストね、両方出してみました。これね、紙ペンゲームなんでね、これね、皆さん一人一枚持ってもらって、こちらの方のダンジョンの中に潜っていく。そしてね、こちら4人の仲間たちですね、ウォーリアー、メイジ、クレリック、ログってね、この4人を率いてこの中を攻略していきましょうとね。このコンセプトはオリジナルもサイドクエストも全く同じなんですね。なんですけども、よく見ていただくと、こちらの方のですね、4人のね、これね、仲間たちの方がレベルアップした時にもらえるですね、この報酬と違うんですね。こっちの方見てみてもですね、やっぱ違うわけですね。こっちとこっち違うようになってるので、4人のですね、仲間が成長した時にですね、何をもらえるかっていう要素は変わっていますよ、なんていうことがあるわけですね。で、またですね、このね、マップそのものも当然変わっていますし、様々な買えるね、購入できるアイテムっていうところも変わってると、こういうことになってるんですね。で、もちろんこれね、拡張セットってなっているので、基本セットの方に入っているこのサイコロとかですね、このモンスターで、まあモンスター一部ちょっとだけね、サイドクエストも入ってますけども、ほとんどのモンスターカードとか、全員共通の目標カード、個人別の目標カードを最初にくれるアイテムなんていうやつは、こっちのね、基本セットにしか入っていませんので、サイドクエストだけで遊ぶということはできないと。まあこうなってるわけですね。で、じゃあこれね、実際どうやってプレイしていくかなんですけど、これね、ダンジョンね、作るっていうね、この新しいマップが入っているわけですけども、オリジナルドロですね、こちらね、レベル1、レベル2、レベル3っていうね、このモンスターですね。まあこちらの方が定期的に戦うことになるので、こちらのところを配置するっていう場所が、もちろんここの中にね、1、2、3っていうね、3箇所ありますけど出てきますし、ここにサイドクエスト2つ達成できるって、このびっくりマークがこれね、書いてるところが2箇所、そしてお宝アイコンが新しく増えてるわけですね。このですね、2つの要素が増えてるということなんですけども、お宝アイコンのところがまずこちらなんですね。これが、ね、副官ということになっていまして、副官のところに行くとね、このね、副官と戦うことでお宝をゲットできるんですね。まあ、例えばですけども、こちらのところにお宝があるようになると、各ラウンドのところではこのサイコロ誰か振ってドクロがあれば、それだけダメージを被り、残りのアイコンの中から3個選んで1ラウンド。これを 1,2,3,4,5,6,7,8 ラウンドやればね、終了というね、根本的なところは変わっていませんが、これの移動やなんかのところで、この副官がいるところに入れば、副官と戦闘と。そしたら副官がペロッと出てきて、これは6レベルないし7レベルってね、結構強い副官が出てきますけども、こいつを倒すことができれば、お宝をゲットできますよと、こうなったわけですね。結構便利なんですね。非常にね、この中選べるということになっているので、最初ね、一定枚数抜いてゲーム始めますけども、非常にいろんなものが選べるので、自分のキャラクターの都合のいいものもあれば、純粋に勝利点なんていうものがあるので、ここから選べると。こういう仕掛けが1個増えたんですね。まあ6レベルないし7レベルなんでね、結構強い副官が出てきますけども、選べるお宝が入っているというのは非常に面白い点ですね。ただし、こちら、ちょんちょんちょんと3箇所書いていますが、ゲームのラウンドが進むにつれて、お宝をこのモンスターが取っていくわけですね。取っていくので、後の方になればもうね、もうスカスカになっちゃうわけなんで、非常にいいものが減ってるということになるので、なるべく早いラウンドのうちにこの副官を倒しましょうと。これ一つの目的になってるんですね。これ一つの増えた要素ですね。もう一個サイドクエストですね。サイドクエストは実は非常に自由度が高くできていまして、このさっきの振ったサイコロね、次のラウンドで、振ってドクロはのけてダメージ食らって、じゃあ残りのやつでレベルを上げるもよし、移動するもよし、なんてね、やりましょうっていうのはそのままなんですが、こちらまたご覧ください。ほら、黒いサイコロだったら何でもよい、これね、ほら、黒サイコロだと何でもよいとか、白か黒のクレリックだとか、黒のローグだみたいな、つまりサイコロの色だけ、職業は決まってるが色は何でもいい、色と職業は決まってるっていう3つのですね、こうレベルがあるわけですね。まあいろいろ書いていますが、それをそれぞれ使うことができたら、1個、2個、3個っていうチェックをすることができるんですね。これちょっとちっちゃいですけどね、ここのところに書く場所があるわけですけども、これをそれぞれ2つできるわけなんですね。なので、今回のじゃあ黒はもうこの黒のやつに使っちゃえとか、あ、クレリック出たから、このクレリックしちゃえと2つチェックができると。サイコロ2つチェックするとどうなるかっていうと、7点入るんですね。
結構でかいですね。これを一番最初のこのマップの方にありました、このサイドクエストの場所のどっちかに入った時に片っぽチェックできるんですね。もう一本の時にはチェックできる、こういう仕掛けになっているので、途中のサイコロの状況によって、あ、今回はこれに使おう、今回はこれに使おうっていうサイドクエストのために使いのサイドクエストのところにチェックしておきのして、そこに入ると得点が入ると、こうなったわけですね。ずいぶんオリジナルから変わったんですね。オリジナルやつだと早いもの勝ちで所定のですね、目的を達成して誰かが早いものを取っていく、自分だけで目標を達成する、そして定期的に3ラウンド後、6ラウンド後、8ラウンド後っていうところにやってくるこのモンスターの対して戦うというところが主力だったんですね。特にこれが主力だったわけですけども、これのところは特定の職業のですね、能力を強くしておかないと、まあ、勝ちにくい、後ろの方ほどだんだん勝ちにくいということはあるんですが、これ一番勝ち切ってもですね 8VP しかないんですね。 8VP なんですね。あ、ちょっと待ってくれよと、 15VP って書いてるよねと、こういうことなんですね。なのでこのボス一辺倒でやるということも良かったのですが、あ、このボスはもう最低限でいいなと、私道具あんまりもう強くないもんなんていうボスをちょっと、あ、これちょっといいわということにしておいて、サイドクエストの方に注力することもできるようになったんですね。なので非常にこの勝利点大きいですね。1個だったら2点、2つだったら7点、3つだったら15ですけど、2つでも7点なんですね。これマックスで倒したって7勝点しかくれないんですね。まあギリギリですね、ダメージを食らわないようにですね、最低限はやるけど、それ以上はもうサイドクエストのにやっとこうかなということができるようになったので、このダイスの出目とか進行に従って非常にこのボスに、ああちょっとダメだったわなんてことがね、ありがちだったんですよね。3つともボスをきれいに倒しきるってちょっと難しかったので、このボスはいける、このボスはいける、ちょっとこれはもうええかなみたいなことのボスにメリハリをつけながらサイドクエストの方に注力することによって勝利点をバッともらえると、こういう仕掛けに変わったわけですね。でワンチャンあれば副官を倒すことによって途中で優位なアイテムなり勝利点がついているものっていうのがもらえることができると、こうなったので、非常に元のペーパーダンジョンを色濃くついてますよね。ほとんどそのままですね。基本はね、まあ、振ってドクロが出ればその分ダメージ食らって、残りのサイコロから3個必ず使いなさいってね、自分のところに連れて行ってるですねクラスのキャラクターたちと会っていれば、これでレベルアップ、これでレベルアップ、これでアイテム、これは移動なんていうね、好き勝手するもよし、全員が終わったらじゃあ次のラウンド行きますよって振るっていうのを一定回数繰り返したら、はい、レベル1のボスが出てきましたよっていうのをやる、これを8ラウンドっていうところはそのままなんだけど、サイコロの大豆の使い道っていうところが、このサイドクエストと副官っていうのが増えたことによってガッと面白かったんですね。正味面白いですやっぱりね、これ面白かったです、私やってみたところ。なので元々のペーパーダンジョン面白いんだけど、ちょいこのボス戦のところに集中しすぎてるので、ボスとうまく噛み合わないと、まあ、どうにもならんなという時がたまにあるんですよね。ある時に、あ、サイドクエストあったら全然違うなと思ったわけですね。みんながみんなこのボスにやらなくても、それもちろんボスに全部行けてサイドクエスト全部やれるのが一番いいですけども、それには手数が足らんというところをうまくカバーできるように、いい拡張セットなんじゃないかななんていうふうに思いました。 The Game Gallery。はい、というわけで今回ですね、ペーパーダンジョンの拡張セットですね、こちらペーパーダンジョンサイドクエストをご紹介いたしました。まあ明らかに面白いですね。もちろん私ね、オリジナル版がね好きだということもあるんですけども、このボスだけが基本的にメインターゲットになってて、まあね、早撮りのやつもあったりしますけども、いうところだったのかな。あ、ちょっとボスと相性悪いなという時、やっぱり逃げ道があるって非常にいいわけですよね。で全部やるにはどっちも手番が足らないので、まあ序ボスは最低限にしておいて、サイドクエストは2発ともやろうかなとか、こういうことがやっぱできてくるわけですね。だからここのところの加減っていうところが非常にうまくできていて、面白い拡張セットになってんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりね、こういったね紙ペンタイプのこういう拡張ってなかなか難しいんじゃないかなと思いますけども、非常に成功している例じゃないかなと思います。でちょっとね気になる点もご紹介しておきましょう。こちらマニュアルですね。実はこのペーパーダンジョンね、ルールやっぱり細かいんですね。いろんなチェックやなんかがまあもともとあって、この進み方がどうしたこうしただとか、このもらった時の仲間のレベルアップがどうしたこうした、アイテムがどうしたこうした、ボスに勝てたり勝てなかったりっていうのが、まあ、結構あるルールのね量があるゲームだったんですね。紙ペンだと言いながらですね、結構細かく書かれていて、30分でもうちょっとかかるなというゲームだったんですね。でそこのところに新しくルールを増やしたもんですから、こっちでやっぱ結構ルール増えましたということと、残念ながらね、まあ、これしょうがないと思いますが、差分差分で書いてるんですね。なんで久しぶりにこっちをですね持ってきてやろうとすると、なんだっけ、あーこれこっちかとか、どうだったっけっていうの
結構行ったり来たりします。なので、初回やるときはちょっとこのこと忘れてもらって、久しぶりにプレイするときは一回このルールを全部もう一回読み直して、あ、こうやってこうやったらペーパーダンジョンってね、一回頭に入れた上でこっち読まないと、久しぶりにやろうってときにこっから読むともうわけわからなくなると思います。そういう弱点はちょっとあるので、やるときにやっぱりしっかりですね、オリジナルが頭に放り込んでからこっちを読んだ方がいいです。結構新しい例外もたくさんありますし、ここで増えた要素は差分差分で書かれているので、結構間違いやすいんじゃないかなという感じが実際いたしました。というで一つ。もう一つのところですね。これね、最近よくありがちですけども、これ硬いボックスになってるんですけど、これペコペコなんですね。ペコペコなんですね。いわゆるキャラメルボックスタイプのやつになってるので、非常に柔らかいですっていうことになってるので、こちらの方の箱が非常にやばいということはですね、まあ、丁寧に扱ってくださいっていうことは気をつけておかないといかんのじゃないかな、なんていうふうに思います。はい、というわけで今回ですね、ペーパーダンジョンですね、拡張セット、ペーパーダンジョンサイドクエストをね、ご紹介いたしました。ザゲームチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。